なチャンネル。あ、どうも、テーキュー、どうも、イェーイ、ありがとうございます。今週のジャンでございます。そしてですね、ここの辺かな。結構前の方なんですよね。ブラッククローバーね。何話だったの？これは。ページ288、あらわ、ということでね、始まりました。先週がね、この、ね、朝が、ドアー、ナハトさん助けに来た、ドアー、ドアーつって、ゲーゲーゲーヒロミですって感じで、こう、ドーン来たんだよね。そうそうそう。で、悪魔の手をピシッダークマンつってね、ダンスぞつって、ね、ちょっとね、猪木さん的な、ダークマンつってね、ね、サーンってね、アンチ魔法は強いぞ、みたいなね、ヤイセさんつってね、やってきたわけですよね、元気ですかと言ってないんですけども、なんかね、そんな感じで、ね、アスタがやってきて、ナハトさん、危ねえ、ギリギリのとこでね、っていう感じでございます。で、次、でね、今週でございますね。これ誰だろうな、結局先に行っちゃったよ、まったく。これ誰だろうな、いつでも、誰よりも、行き急いでるんだから、誰だこれ、ね、ということですね。さあ、ということで、助けに来たと。でこれ悪魔みたいなついてたやつだ、ナハトの旦那つって頼んますよ、ナハトの旦那、旦那が死んじまうと俺たちもただじゃ済まないんすかつって、大遅刻だがこれでカードが揃った、ただ俺のことなんかどうでもいい、早くダーク、ダークトライアドを倒しに行け、ね、どうでもよくなんかない、これアスタがね、来てますね、俺はあなたのおかげで強くなったんだ。言ってます。その強さを生きてみてくれということで。俺は、新しい朝が来ることを望んでいたのか、みたいなね。善人は善人でも全く違うっつんだよ、みたいなね。あっつって。これは兄、弟さんかな、を見てるのかな。もう1分経った。ユナイト5分しか持たねえから、早くしねえとつってね、手が震えてる。ない手を見て悪魔が、こう、ない、どうやってやっていくかわかんないけど、ね。冥府にいた、何百年間、こんな楽しいことなかった悪魔みたいなの言ってるわ。ゲゲゲって言ってる。ね、ゲゲゲって笑うんだね。鬼太郎以来じゃない、ゲゲゲって言ってる。まさかこっちで会えるとはな。最上位悪魔。リリース、ナヘマーでいいのかな、ね、ナヘマーでいいのかな、ね、もっと楽しませて、ちょっと切られてる。早い、アスタの攻撃早いですね。スパンスパンみたいなね。お、しかも竜巻みたいなのが起こっちゃって、なんか激しい戦いっていうのがわかるんですけど。これね、ゴーとかね、ガーって、これどうしようか、なんて読んだらいいかちょっとわかんないけど、この激しい戦いがね、こう、何コマかにわたってね、大きいコマで行われます。お、来た。朝がこの悪魔のところに来た。プシッ。で、刀プシッと、実体が消えた。これはどう言ったらいいのかわかんないけども、あれ消えちゃったぞっていうね、感じかな。狙われます。人間みたいなこの悪魔の形のやつがいないぞみたいな。どこ行ったみたいな感じなのかな。ね、当たるかな？剣振って。当たるかなって言ってるね。さあ、ここで朝がもうビシビシビシって早い、どっちが先に当たるかな、殺せるかな、アスタすごい動いてる。あ、しかも出た、第3の剣、来たー、出たよ、また出てきました、本のね、あ、そう、これやっちゃったかな、で、これの逆側から、ここから、もう、ずーん、出てきたー、おー、かっこいいな、これ。クローバーのマークがついてるんじゃないこれ。ね。なんか、出てきてよ。先っぽが丸、かまぼこみたいになってる。で、こう。いいね。こう出てる。黒い剣ができてる。っていうか、もう朝自体は全部黒みたいになっちゃってる。いやー、来た！メツマ二人いるよ？悪魔、目の前にいるよ？もう。三人でこういう感じになってる。こうって って言って、ブシャーン切れてる
もう切れてる、半分に切れてるみたいなところ。ね、悪を滅するハンマの一戦、ページ288は終わり、終わっちゃった、早い。ダマダマタキャダマ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 。野球を見たけりゃ東京ドーム、サッカーとハロウィンは渋谷に行っときゃ東京。